電車で隣に座った女性に好かれたっぽいと言ってスレミンたちに自慢するイッチ。しかしその運命の赤い糸はイッチの人生を揺るがす恐怖の始まりとなるのでした。2012年9月、女に好かれたっぽいがやばいことになったと言ってスレを立てたイッチ。そこである体験をしたイッチは、手が震えてうまく書けないけど勘弁なと言ってその詳細を書き込みます。その日仕事を終えたイッチは一人で電車に揺られて帰っていました。そこへ隣の席に座っていた女性が居眠りをしてしまったらしく、イッチの肩に寄りかかってきたと言います。この胸キュン展開にウハウハするイッチでしたが、そんな喜びもつかの間、この後とんだ大事件に発展したというのです。この続きの気になる内容に、早速スレミンからは続けて、いや他にも嬉しいのは美人だけ、いやまず女のスペックを教えろと、人を見た目で判断する外道ニキたちが続々と現れました。そんなスレミンに対しイッチは、女は20代前半で髪はロングヘア、顔はわからないと回答します。さらにイッチ自身は30代前半で普通の会社員だと説明しました。その後自分の降りる駅が近づいてきたため、イッチは寄りかかる女を何度か肩で押して女が起きたことを確認すると、立ち上がってホームへと向かいます。そしてイッチは改札口あたりでその女に声をかければよかったなぁとモヤモヤしていました。そんなことを思いながらふと後ろを見ると、なんとそこにはさっきの女がイッチの後ろを歩いていたのです。それを見たイッチは同じ駅ということに運命的な出会いを感じ、声をかけようと思うものの、なんと声をかけていいのかわかりません。そしてこの気持ちがわかるだろうと、女慣れしていない同志ニキたちにアドバイスを求めました。その後も自宅に向かって歩いていたイッチでしたが、どうやらさっきの女も同じ方向に向かってきている様子。ここでようやくイッチはこのチャンネルのサムネみてえなことを感じ始めます。そして直接家に帰るのが怖くなってきたため、近くのコンビニに避難することにしました。ところがそのコンビニの外にはイッチを待ち伏せするようにさっきの女が立っているというのです。そしてその様子を見てストーカーかもしれんという疑惑が湧き出したイッチは、急いで証拠写真を撮ったとスレミンたちに説明します。するとそれを聞いたスレミンからは、写真を撮ったのかよ、いや他にもただの偶然と自意識過剰だろ、むしろ盗撮で訴えられるぞとイッチに対し盛大なツッコミを入れるのでした。そしてイッチは外で待ち続けている女の写真をアップします。するとその写真を見たスレミンからは、怖いと絶叫する声が続々と湧き上がりました。さらに、なんだただの貞子かと煽りを入れるスレミンや、その女が可愛いから俺にくれなどと欲求不満ニキたちがわらわらと騒ぎ立てるのでした。またそんなイッチに対し、面識がないなら偶然だろうとさらっと返す他人事ニキや、太ももにしか目がいかないド変態ニキまで現れました。そんな状況の中、1時間ほどコンビニで時間を潰していたイッチでしたが、ふと外を見ると女の姿が消えています。そこで女との遭遇は勘違いだと言い聞かせ、イッチは帰っていきました。そうして駅から離れた人気のない道を歩いていたイッチでしたが、ふと耳を澄ませると後ろから足音が聞こえてきます。
その音とさっきまでの出来事が頭をよぎったイッチは、あまりの怖さに後ろを振り返ることもできません。しかし後ろにいる人の正体がどうしても気になったイッチは、スマホのカメラだけを後ろに向けてまたもや盗撮を実行します。するとそこには暗闇に紛れてさっきの女が映り込んでいたのです。そしてこの写真を見たスレミンたちは再び怖えと叫び声を上げるのでした。他にもこれが走ってきたら泣き出す自信があるとピエン確定日記や、これは怖すぎて笑えないと本気の衝撃写真に、スレミンたちは恐怖のどん底に突き落とされてしまいます。さらにこの女が笑っていないかと爆盛りの恐怖をかきたてる日記や、他にもスレミン曰くホラーゲームサイレントヒルの敵に似ているとのこと。そんな状況にパニックに陥ってしまったイッチは、背後にいる女を振り切るため全速力で走り続けたといいます。そして勇気を出して後ろを振り返ってみると、そこには誰もいませんでした。どうやら女を振り切ることに成功したようです。そこでホッとしたのもつかの間、突然イッチの携帯電話の着信音が鳴り響きました。この着信あり展開にスレミンたちは毛布をかぶって次の展開を待ち続けます。そして恐る恐る電話に出ると、その相手はイッチの上司でした。そんな電話の内容は、仕事で必要なデータをイッチが持っているのではないかというものでした。そのデータを探すためイッチがカバンを確認すると、案の定そこにはデータが入った USB がありました。そこでまた会社に戻らないといけないのかと落ち込むイッチでしたが、上司曰く今必要なデータだけ送ってほしいとのこと。そんなイッチはかなりブラック企業に勤めていたこともあり、クビになるかもしれないという思いから、この時は上司のことで頭がいっぱいで、背後にいた女のことをすっかり忘れていたといいます。しかしそんな平社員イッチに対し、いや女の方が怖いだろうと正論を述べるスレミンや、女の写真を見てちょっとデブじゃないなどと指摘するスレミンもおり、スレナイはスタイルと顔だけにしか目がいかないド変態ニキたちで溢れかえるのでした。そんな中、ある一人のスレミンがイッチの投稿した画像を見やすく加工すると、そこにはこちらに迫ってくるように見える一人の女がくっきりと写っていました。その鮮明な写真を見たスレミンたちは、その異様な光景にスリだと言ってくれとまで言って恐怖心を抱きます。それからなんとか自宅に着いたイッチは、家に帰ると急いで上司にデータを送ります。こうしてイッチは無事に仕事を終えて、クビにならずに済んだことに安心していました。ちなみにイッチの住むマンションはオートロック式のマンションだとのこと。そして時刻は真夜中を過ぎた頃、イッチの家のインターホンが鳴り響きます。イッチは恐る恐るインターホンの受話器を取ってみますが、相手は何も話そうとしません。そのためいたずらかと思い受話器を切るものの、またインターホンが鳴らされると言います。しかし受話器を取っても相手は無言なんだそうです。そんなやりとりが何回か続き、だんだんと怖くなってきたイッチは、もう受話器を外したままにしているとのこと。そしてやっぱりあの女かなと震え出し、家に着いて部屋の明かりをつけたことを深く後悔するのでした。そんな怖がっているイッチを見ても、人の心を持たないスレミンたちからは、ドアの覗き穴から見てみろや、とりあえず出てみろよと囃し立て、他にも顔だけ確認しようと無駄に過激派のスレミンたちがエールを送ります。さらにここからは安価でいいんじゃないかと安価希望日までもが現れました。ちなみに安価とはレス安価の略語で、
特定の書き込み番号の書き込みを採用するという2チャンネルでの文化です。そして5分後、覚悟を決めた1はマンションの入り口に向かいました。その後、写真を撮ってきたが震えが止まらないと言って触れないに写真をアップします。またこんな状況で安価しろというのかとガチ切れ状態です。そんな写真には、はっきりとマンションの外に立っている女の姿がありました。すると、その衝撃的な写真を見た怖いの大好きスレミンでさえも、これはやばい、や、さすがに危険を察知したのか、警察に行くことを勧めるスレミンまで現れます。しかし中には、中に入れておもてなしして差し上げな、や、もっと顔が映るように撮ってきて、と、イッチを危険にさらすことが大好きニキたちが、次から次へと悪質なアドバイスを送るのでした。そして意地になったイッチは、一旦部屋に戻ったものの、よし行く、と言って、もう一度女の元へ向かうことを決意します。しかし残念にもスレミンからは、これは釣りスレ、といった声が上がり、信じてもらえない様子。そして女に突する宣言から3分後、イッチは女がマンションの外にいなかったと報告しました。それに対しなぜかスレミンたちがクレームを言い始めます。さらには外ではなく広場にいるよ、いやそのまま玄関で待っていろと言い、イッチの部屋の天井にくっついて見ているよと、天井からひょっこりはんを推測する茶化しがどうすぎるニキたちが後を絶ちません。こうしてイッチがベランダから外を見てみると、まだあそこに立っている女の姿を目撃してしまいます。しかし、ここで写真撮影をすると、場所を特定される恐れがあるため、写真は載せられないと話しました。そんなイッチに対し、女を外で待たせるとか最低だなという声も上がりますが、好奇心旺盛なイッチはもう一度ベランダから外を覗いてみることにします。するとその女と目が合ってしまったらしく、イッチの部屋までバレてしまうという最悪展開を迎えてしまうのでした。これにはさすがのスレミンからも逃げろとイッチの安否を心配する声も上がりますが、ここからイッチとこの女の恋が始まるのではないかと淡い期待を寄せる青春時代陰キャニキたちは、今後の展開にワクワクが止まりません。そしてさらにもう一度外を見てみるというチャレンジ精神旺盛なイッチは、女とまた目が合ったと震え上がります。しかしさすがにヤバいと感じたのか、警察に通報したところ見回りに来てくれるとのこと。ところが友達に話しても信じてもらえず、イッチは絶望してしまうのでした。その後もイッチは遠くて見えないが女が写っているかと言って写真をアップし、スレミンたちに確認を求めます。しかしスレミンたちからはアフィスレだろとアンチの声が止まりません。他にも、ストーカーですら羨ましい、と、モテと若い無の2チャンネラーが、指を加えてひがみ倒す書き込みも見られます。さらに他にも、突然、大根、とつぶやくスレミンが現れ、恐怖の女スレは、楽しいおでんを語るスレに変わっていくのでした。そんなふざけたスレミンたちに飽き飽きしたのか、イッチは、信じないなら警察と友人を頼るからいいと言ってふてくされてしまいます。そして明日生きていて何か展開があったらまたスレを立てると話しました。その言葉を聞いたスレミンもイッチの無事を祈ります。しかしその後イッチがスレに現れることはなく、このスレは終わりを迎えることとなるのでした。音信不通で終わるの怖すぎるよ。貞子みたいな寝起きでも羨ましいと思ってしまう
ひもて視聴者の皆さんにはこの辺りの話もおすすめです。ご視聴ありがとうございました。